聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋頑張ってるけどどうしてもお腹が引っ込まない、そういった方におすすめなランジツイストを紹介していきます。お腹の出てしまう原因は内臓脂肪、皮下脂肪、腹横筋の低下、姿勢、この4つがあります。今回は腹横筋の低下と姿勢を改善するメニューになっています。脂肪が取れるのは時間がかかる、だけどお腹は引っ込めたい、そういった方はこの2つを意識するだけでお腹は速攻でへこみます。今日も一歩前進しましょう。まずは上を向いて寝ましょう。この状態で腰に隙間ができないようにお腹を引っ込めてキープしましょう。腰をしっかり床につけます。その状態でキープ。できれば息をふーっと吐きながらお腹をどんどん引っ込めてください。息を吸う時もお腹が出ないように腰を床につけてください。少しお尻を締めるイメージができると腰がつきやすいです。 OK。 今度は足を浮かせて腰を床につけます。ぎゅっと腰を床につける。腰が床につけれないと姿勢が解消されません。反り腰がひどい人はね、この腰に隙間がすぐできちゃうんで、しっかりね骨盤を起こして腰をつけてキープです。今度はちょっとさっきよりも足を前に出して、これで腰をつけます。足前に出すとね腰が浮きやすくなりますけど、腰が浮かないように、これだけでも腹筋結構効きますよね。たまに浮いてしまうと思いますけど、また再度ね腰を床につけてください。今度はね、万歳。足の位置はさっきみたいにちょっと前。万歳するとね、すごい浮きやすいんですが、しっかり腰をね、浮かないようにピタッとつけて。手でスマホ持ってる人はね、こんな感じで見ながらやってください。結構腹筋効きますよね、これね。オッケー。今度はね手足を対照的に伸ばしていきましょう。こういう感じで右足左手、左足右手っていう感じで腰が浮かないように、足もあんまり抱えないようにね、90度足伸ばすと腰がね浮きやすいけど頑張って OK。 今度は今の意識をしながらランジをします。姿勢をさっきの状態で作ったままゆっくりでいいです。骨盤をねこう立てたままこうならないように、こういう感じで、しっかり体幹部をね安定させて。反対です。あと少しで終わります。それだよ、腰を丸めたまま後ろ足をね床に下ろすイメージ。
後ろのももがね鍛えられると思いますが、ストレッチされるんでね、ちょっと後ろの足が痛いと思います。今度は前足を前手で押さえて体をひねります。手で押さえて体を後ろにひねる。できれば手をね水平に保って、体がね反れないようにまっすぐ保ってひねります。はい、反対です。ラストです。 OK です。お疲れ様でした。後半のランジはちょっと辛かったかもしれませんが、これも大切なメニューの一つです。腹筋やプランクしてもなんか引っ込まないよって方は、今回のメニューを続けてやってみてください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。